WCP-1K 直流電気機関車は、イギリス領インド帝国時代の1928年に、グレートインディアンペニンシュラ鉄道が導入し、インド独立後は、インド鉄道が所有した、旅客用直流電気機関車。導入時の形式名称は EA-1K であった。この項目では、EA-1 型と同時に輸入した WCP-3 型。 WCP-4KEC-1K 及び1938年に製造された WCP-2K 電気機関車についても解説する。ジプアの路線網の電化計画は1922年から始まったが、その中で西ガッツ山脈を超える山岳路線で急行列車を牽引可能、かつ最高速度時速 137km という、 高性能の旅客用電気機関車が必要となった。そこでジップア側1923年にメーカーが異なる3種類の電気機関車をサンプルとして輸入し、性能試験を実施した。その中で最も良い評価が与えられ、量産が決定したのが SLM 社とメトロポリタンイコールビッカースが手掛けた e a 1系電気機関車である。 機関車は3つの個別に駆動する動輪と、挟む形で一旦に2軸、もう一旦に1軸の重輪を有する。ただし動輪は2軸のボギー台車と1軸の重輪と、組み合わせた台車に分かれており、車軸配置は UIC 式で2母、日本国鉄式で 2BA1 と表記される。SLM 社が開発したユニバーサル駆動方式が初めて採用され、電動機は ボンベイで頻発する洪水に備え箱型車体内部の高位置に設置されていた。1928年に最初の車両が導入されて以降、休行列車をはじめとする旅客列車の牽引に用いられた。インド初の全区間電気機関車牽引の速達列車となったデカンクイーン休行の一番列車にも使用され、牽引機の4006号機には、 当時のボンベイ知事の名であるローレンス・ラムリーの愛称が付けられた。インド独立後、形式名が WCP-1 型に変更されて、以降も1980年代まで活躍し、上記の4006号機が登場時の塗装、番号に戻された上で、国立鉄道博物館に保存されている。なお、WCP は、高機直流旅客用電気機関車という意味である。 1938年に1両が製造された旅客用直流電気機関車。基本的な構造は EA-1 型と同様だが別の形式名が与えられた。インドへの輸送は車体や台車などの機器を一旦分離した上で行われ、到着後現地工場で再度の組み立てが行われた。インド独立後は形式名を WCP-2 型に改め、 1980年代まで使用された EA-1 型と共にジプアがサンプルとして一両ずつ輸入した旅客用直流電気機関車 EB-1 型はホーソンレスリーとゼネラルエレクトリックカンパニーが製造しクイル式駆動方式を用いた車両 EC-1 型はホーソンレスリーとブラウン・ボベリが製造しブフリ式駆動方式を採用した機関車で 双方とも車軸配置は UIC 式で 2CO に出会った。両者とも量産はされなかったが、インド独立後も、それぞれ WCP-3 型、WCP-4 型と形式名を改め1960年代まで使用された。ありがとうございます。